ということで、やってきました田の浦ビーチ。あなたが意外なライフセーバーでしょうか。はい、堀島心、高校3年生です。意外なライフセーバーとはこちら、女子高生なのにライフセーバー、堀島心ちゃんです。心ちゃんは東明高校に通う高校3年生、赤十字の水上安全指導員だったお父さんの影響でこの大分ライフセービングクラブに参加したんだって。活動を始めて今年で2年になるんだとか。すごい。さっき意外なライフセーバーとか言っちゃったけど、実は意外でも何でもなくって、ライフセーバーの資格は中学生から取れるんだって。ご覧のように年齢と経験によって取れる資格が違います。高校生の心ちゃんはベーシックサーフライフセーバーの資格、大分での資格保持者はなんと女性の方が多いんだって。炎天下の田の浦ビーチで真っ黒に日焼けしながら人の命、そして海の環境と自然を守っている心ちゃん、その心意気ベストやないか。お肌を日焼け止めでカバーしながらも眼差しは海に。教えて、かなえちゃん、心ちゃんってどんな人？心はとても毎日笑顔が素敵で素直でいい子です。で、ライフセービングの活動には積極的に取り組んでいて、いつも自転車でここの田の浦ビーチまで通って必死にライフセービングと向き合ってます。まっすぐな子です。暑い中でも頑張れるライフセーバーの魅力って何？教えて、心ちゃん。たくさんのことを知って、命の大切さはもちろん、ガードメンバーがすごく優しくて、このメンバーに入って、もっと命の大切さを考えたり、自分のレスキューのスキルを高めようと思い、自分はライフセーバーに入ろうと思いました。ガードしてて、辛いこともあったりするんですけど、遊泳者からの感謝の気持ちとかが時々言っていただけることがあって、そうやって自分たちのことちゃんと見てくださってるんだなって、そこでとてもライフセーバーをしてていいなって思います。夏休みは毎日のように田の浦にいるという心ちゃん、恋愛の方は大丈夫？彼氏はいます。いるんかい、ベストやないか。これからも活動を続けて、より上級の資格を取りたいという心ちゃん、我々も応援してます。